皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はデビルメイクライ5のファミ通紹介をしていきたいと思います。前回の続きです。悪魔を恐れぬ登場人物たち。デビルメイクライ5に登場することが判明した2人の人物、主人公であるネロはデビルメイクライ4の4からの連続参戦となります。またパートナーであるニコはネロに強力な兵器を提供する一流の武器職人で癖が強そうな人物です。ネロ、移動式便利屋デビルメイクライで悪魔退治を制御とする青年で、ある事件で悪魔の右手デビルブリンカーを失いますが、ニコの協力で新たな兵装を獲得しました。ニコ、自称兵器アーティストの彼女はガンスミス、ニールゴールドスタインを祖母に持ちます。ネロのために対悪魔用義手型兵装デビルブレイカーを作りました。なんかすごい入れ墨入ってますね。で、RE エンジンと駆使したグラフィックとハイスピードアクションはプレイに新たな快感を生みます。見たことないほど美しく、追いつけないほどスピーディー。ネロの右腕に仕組まれた対悪魔専用義手型兵装デビルブレイカーは、奪われた悪魔の右手デビルブリンカーを補って余りあるほどの能力を持ちます。悪魔を掴んでは引き寄せる剣撃を叩き込むなど、コンボをつなぐほどのスタイリッシュアクションの快感に取りつかれるはずです。この他にも新アクションや新システムも登場して、無限の可能性を秘めたアクションに注目です。デビルブレイカーから発せられる光が巨大な手のようにも見えます。掴む引き寄せる以外のアクションもあるのでしょうか。デビルメイクライといえばスタイリッシュアクションですが、シリーズ通しての名言も忘れられません。 It's Showtime やジャックポット、デビルスネバークライなど、シリーズ経験者ならば記憶に残っている名言ばかりでしょう。デビルメイクライ5でもこういった名言に期待せざるを得ません。クレイジーを乗りこなしましょう。破天荒と書いてありますね。なんか意味は前人未到って意味らしいですね。ネロの右腕がなくなっていることから察するに、ネロが乗っているのはデビルブレイカー。分離して一つの兵器を兵器として使うこともできるのでしょうか。また複数の悪魔をまとめて攻撃している手段も気になるところです。また謎が多い新兵器のデビルブレイカーですが、本作のスタイリッシュアクションの要になることは間違いなさそうです。状況によって様々なものへと姿を変えるデビルブレイカー、空中でのスタイリッシュアクションも想像させるシーンです。新兵器デビルブレイカーで悪魔どもをぶっ飛ばしましょう。魔界から現れる悪魔の正体は、仲間とネロと対峙する巨大な悪魔。会話を交わしているようにも見えますが、お互いの目的は何でしょうか。魔帝すらしのぐ魔の共同、魔の衝動ですかね。人間世界への侵攻が始まります。第1作目に登場した魔帝ムンドゥスをはじめ、多数の悪魔と戦ってきたデビルハンター。しかし今回は、それらの力をも凌駕する存在がいるそうです。魔界で何が起こったのか、そしてこの絶望に抗う術はあるのでしょうか。揃いも揃って個性派だぜ。ダンテも登場。公開中の PV のラストには、シリーズおなじみのダンテかっこハテナの姿が、本作ではどんな役割を担うのでしょうか。さらなる続報に期待をしてください。次報は2018年夏。さらなる新情報に期待しましょう。開発状況は 75%。 伝説のスタイリッシュアクション、ついに復活です。
シリーズを知り尽くしたスタッフかける、新作最新ゲームエンジンでお届けする最強のデビルメイクラインにご期待ください。カプコン宣伝担当の方からでした。まあそうですね、あのデビルメイクライシリーズはちょっとよくわからないんですけど、まああのそういう面白い要素がある、なんかリアリティと言いますか、あのなんかあのバイオハザードみたいな、なんかあの本物、なんかリアル感がある、リアルな人間を再現してますね。なんか実際に俳優さん使ってるような感じがしますね。まあそれはそうと、今回はこの辺でデビルメイクライ5のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。